突然ですが、ここで私からお知らせがあります。今年のモーニング娘。の秋ツアーをもって卒業します。レイナが卒業して、古いメンバーがさゆみしかいなくなって、初めてツアーを終えた時、あのタイミングで本当にみんなが頼もしくなったなってマジでそう思いました。なんか少しほっとしたというか安心しました。そこでつんくさんや会社の方たちと相談して、今年の秋に卒業ってことを決めさせていただきました。ですがまだ時間はあるし、後輩たちに伝えたいことはまだまだあるし、見せたいなと思っていることもあります。そしてファンの皆さんとたくさん思い出を作っていきたいです。重要なことはここからが本当の恩返しだと思っています。超でっかく超かっこいいモーニング娘。に仕上げてから卒業して、次の世代にバトンタッチしたいと思っています。なので皆さん、秋まで今まで以上の応援よろしくお願いします。すごく緊張しました。セミリーダーになってからずっと緊張してたんですよ。もう毎日のように緊張とプレッシャーで吐きそうでした。山口のコンサートもやっぱ地元っていうことで今まで何回か経験したけど、毎回すごく緊張するんですよ。でも緊張感の中にすごく安心感を感じるんです。だから、まあ、どこで発表しようと卒業発表は緊張するだろうから、より安心感の感じられる山口県で発表したいなって思いました。あとはやっぱり地元へのこだわりがすごく強くて、自分の人生においてすごく大事な発表をする日だから、生まれて育った自分の地元で発表したい。ここからまた新たな第一歩を踏み出したいなと思って今日選びました。今まで本当に一人じゃ乗り越えられないこともファンの皆さんがいたから、よし頑張ろうって思えてここまでやってこれたと思うし、明日からもきっとまだまだ緊張とかプレッシャーとか感じちゃうかもしれないけど、でも今日のみんなの顔を見てたら、最後まで自分のできる限りのことを頑張ろうって強くなれました。セミもセミがいるから一生懸命頑張ろうって思ってもらえるような存在になりたいなって思いますし、秋まで頑張ろうって思います。あと今日パスワードイズゼロでもうすごいピンクのサイリウムが超綺麗でしたよ。すごい嬉しかったけど、ネット見て知ってたんで、すっごく嬉しかったんだけど、びっくりはしなかったです。しょうがないかなと思いますけど、でも本当にその気持ちはとて
てもとても嬉しかったです。秋のツアーで山口に来たいなって思いますよね。じゃあそれは会社の方に伝えておきますということで、本日はどうもありがとうございました。道重さんでした。したいって言ってくださいましたし、だから答えられるように私は今で今一番後輩で、もうすぐ12期も入ってくるかもしれないので、うん、頑張ります。頑張りますって頑張らなきゃですよね。メンバーには私が直接伝えたいっていう風に言ってくださったみたいで、道重さん直接から直接こう言っていただけたんですよ。なんかそう思ってもらえたのもすごく嬉しいなって思うし、こうなんだろう、すごい悲しくって寂しくって、さっきも初めて聞いた時も泣いちゃったんですけど、でもやっぱ泣いてたら道重さんも使って卒業できないじゃないですかね。だからもっと強くなろうって思いました。はい、まさきも卒業式はつもりでいるんで、うん、道重さんが安心して卒業できればいいかなって思いました。でコンサートもちゃんと集中して100点中100点取れるように頑張ります。なんかいずれはそのファンの皆さんからも9期が一番上になるんだよっていう風に言われてきてたので、なんか覚悟はしとかないといけないなっていう風に思ったんですけど、まさかなんかいつもツアーは1個をまたぐっていうことが多かったんですけど、秋ツアーでって次のツアーで卒業ってことなので、道重さんから学べることはたくさん学んで、まあそうですね、トークとかそういう部分でも、まあ、道重さんに助けてもらってた部分がたくさんあったし、なんか今は道重さんがいるからなんか面白くなってることもたくさんあるし、なんでなんかそういう風な役目がエリナにできるぐらいに頑張っていきたいなっていう風になんか改めて実感させられるというか、そういう風に思えたので、まあ9期メンバーで全員でまとめて新メンバーも入ってくるので、その子たちに先輩たち全然できないねっていう風に思われるんじゃなくて、先輩たち手が届きませんっていう風に思われるぐらい頑張っていきたいなっていう風に思います。そうですね、なんだろう、みんな頑張ってねっていう感じよりはちゃんと駆動を任せたよって道重さんに言ってもらえるようになってたいなって思いますね。それぐらいになって、うん、だからもうなんかいろんな感じです、気持ち的にも、うん、そうですね。でもなんか、うん、みんなのことを見て、西井さんからみんなのことを見て、うん、安心してるって言ってくださったんですよ。西井さん伝えたいことがたくさんあるって言ってくださったから、その伝えたいことを私たちがしっかり受け止められるように頑張りたいと思います。見てる側だった時のモーニング娘。がもう道重さんしかいなかったので、
複雑すぎて、なんか今までの先輩はまだ実感ないですっていうコメントがめっちゃ多かったんですけど、実感がありすぎるんですね、なぜか今回だけは。道重さんがその頼もしくなったっていう風に言ってくださったけど、でもダメなところの方が全然いいから、本当この半年間が本当にもう本当に ラストのなんだろうチャンスっていうか、道重さんからそういういろいろ学ぶチャンスだと思うので、大切にしたいなっていうふうに思うし、やっぱり最後は明るく笑顔で、そして美しく祝福できるようにしたいなって思います。それまでに強くなろうと思います。はい、なんか道重さんがすごいファンの方たちに対して言ってる言葉がすっごいかっこよくて素敵で、ファンの方のことをこうすごい思う気持ちとかきっとすごい強いんだろうなっていうふうにも思いますし、なんかやっぱり人生の半分モーニング娘。にいるので、多分思いとかも人一倍強いと思うんですよ。だからそんな道重さんの思いを大切に自分たちも活動していきたいなって思います。自分の卒業発表はもうすごいやっぱ大事なことだから、自分の生まれて育った山口県で発表したいっていうすごい自分のこだわりがあったから、ちゃんとそこはちゃんとお話できてよかったなって思うし、なんかファンの皆さんも、まあ、びっくりはされてたと思うけど、でもすごいやっぱ私の言う一言一言すごい一生懸命聞いてくれてる感じがして、改めてなんか温かさを感じたなって、思います。